はい、皆さんこんにちは。安倍の生命です。まあ、このね、開けた景色、国道291号線からね、国道17号線に入りました。いやー、今回はね、まあ、2回目の挑戦なんですけど、前回行った時はね、ちょっとよく分からなかったんですよね。まあ、看板がね、見つからなかったんで、果たしてね、今回もね、まあ、あるのかないのか、ちょっとよく分かりません。まあ、健康公園っていう名称で、まあ、そこにはね、まあ、足湯があるという情報がね、まあ、ネット上にありましたんで、まあ、なんとか見つけたいなと思ってるんですけど、また近くになりましたら撮影します。はい、近くも何も、まあ、こちらの交差点を右折します。あ、 T 字路ですね。まあ、イクマっていう T 字路です。うん、大丈夫かな。あ、バイク、危ねえ危ねえ。県道75線です。これはね、まあ、前にも撮影した不動の滝、不動の御滝へ行くね時に通りました。そしてこちらを右折します。ユートピア赤城 1.5 キロ。大丈夫ですね。ユートピア赤城さん、うん、ここも右折です。名称は七島温泉っていう名称ですね。もうね、5月も19日になってますから、まあ、ところどころでね、まあ、田植えの準備かな。右手に見えるのがね、まあ、ユートピア赤城です。で、
まあ、こちらのね茶色い右手に見える建物がふれあいの湯です。まあ、ここまではね来れてるんですよね。の駐車場にとりあえず どっか引っ掛けないかな。仕掛けがありましたね。はい、こちらがね、まあ、ちょっとまだわからないんですけど、まあ、近所をね散策して、まあ、健康公園を見つけたいと思います。それでは一旦切ります。はい、それではね、まあ、車を降りました。まあ、車ここです。ちょっとしたね、東屋の前で、今回はすんなりと、まあここでしたか。現在地、案内板からね、緑の健康広場、花壇、複合遊具、まあ微笑み広場、足裏式もの、まあ、花壇の向こう側にね、なんかちょっとした四角で囲われた部分が、まあ、2つねありますんで、もしかしたら花壇の向こう側の四角じゃないのかな。じゃあちょっと行ってみましょう。面白い遊具がいっぱいありますね。ここじゃないですか。どうもこんにちは、お邪魔します。目が目で丸いからさ、もう顔に見えないしさ
医者に行ったんだよ。医者行ってもダメ。まあ、私なんか年だとね、若いうちやるのはいいけど、私なんかもね、まあ、ちっちゃい子に注射してもらったり、今まで30分かけて、お前が入ってほしいようにしたり、結構いろいろして、電気、あれかかってみて。私、そんなに考えないと思うよ。足立さん来るんだけど、あと友達、ね、ほんなら、足立さん。成功のそばにできたわ、なんと。なんかできちゃったね。あそこもいいかな。いいって言ってるね。今度そこ行こうかなと思って。そうだよ。犬すりが遠くて、2時間待ってるんだもん。上手だから。上手ってみんなが言うんだよ。上手なんだろうけど、年だからもう慢性でダメなんだね、私なんかね。そうだよね。年だからしょうがないですねって言われて。年だから。年そうなんだったよ。その時は言ってる。すぐ痛くなったりさ、言っても。だから私がピアノされてね、捻挫とか骨が折れたとかそういうのがいいけど、その治療みたいなのはダメなんだよね。そうね、我慢するより大事に使ってる。そうなんだよね。あんな、だって私なんだ。はい。若くよく一緒にね。そうですか。ねえ、なんかそうだよね。旦那さんって頃。旦那さんと三つ違う。三つ若いでしょ。